では話を続けましょう。スレイマンとバジルは直ちに動きます。編成にはバナルガンドを組み込まず本体のみでの進軍を強行しました。しかし作戦は失敗したんですよね。この戦いでユトランドはまたしても大きな打撃を受けてしまった。スレイマンとバジルはやはり危険とされたルート以外にベリギエフ攻略の道はないと思い知らされたのです。さらにこの作戦失敗に伴い議会では戦争に対する疑問の声が相次ぐようになりましたよね。主に戦争続行の急先鋒でもあった滞在人スレイマンが批判の対象になったのです。リンデゴア卿が自身の伝記でそれについて述懐しています。彼は戦争続行はユトランドを破滅させるとスレイマンを名指しで糾弾しました。さらにはスレイマンが受講業界の若きホープと呼ばれるバジル・サバンジと手を組み戦争による受講業の活性化で利益を得ていると二人の関係性を追求したのだと。しかし最近の研究ではバジルの台頭を快く思っていなかった財界の大立者たちが裏で動いていたとされています。リンデゴア卿は彼らに手よく利用されていたのかもしれません。その頃、オフィリア姫が滞在人バイオレットへの接触を試みていました。来てくださって感謝いたします。思ってもみませんでした。王女様から呼び出されるなんて。やっぱり逃げちゃえばよかったかな。聞きました、アムレートから。全て知ったと。どうして私に？アムレートじゃダメなんですか？同性としてあなたと話をしたかったのです。あなたのお付きだった護道さんも私たちのところに来ました。話を聞きたいって。アムレートから聞いています。それで私も護道のように話してみようと。で、一番が私か。嬉しいけれどなんか落ち着かない。機密性はここが一番です。確かに。早速ですが皆さんに最近何かありましたか？何かって？この前の作戦に我がアンチ・バルキュリア部隊の編入はありませんでした。私にはそれが解せないのです。それにカーレンベルグ議員とサバンジュ氏の癒着問題も気になります。今までの流れと何か違う、そう感じるんです。アンチ・バルキュリア部隊の隊員たちもなぜ今回の作戦から外れたのか解せないとみんな言っています。この戦争、あなた方の存在が影にあってこそだと分かっていただけに。何があったのですか？いい感じてますね、王女様。私たちもうダメなの。5人の誓いはバラバラになっちゃった。
こんにちは、オフィリア様。こんにちは、ブルム。あれ、お一人ですか？珍しいですね。外を歩くときはいつもミランダが一緒なのに。ええ、今日はアムレートはいますか？隊長なら演習場にいましたよ。見かけたのは少し前ですけど。ありがとう。なんか様子が変だな。アムレート絡みか。怪しい。実に怪しいね。果たすべきか否か、それは俺たちの問題だ。タイ本部へ行ったらここにいると言われました。仮にも王女が一人で出歩いていいのか？私は最前線で戦う王女です。一人歩きくらい平気です。今頃ミランダが探しているぞ。大丈夫です。いざとなったらミランダとも戦います。強くなったな。ごめんなさい。何度も渡そうとしたのですが、渡せませんでした。うん。ハンスのご家族から預かったものです。あなたにどうしても渡したいとおっしゃっていました。ハンスがあなたに宛てた手紙だそうです。どうぞ読んであげてください。待て。え？ここにいてくれ。お前にも読んでほしい。王女としても兵士としてもだ。何が書かれていたのですか？感謝と誇りよ。アムレートを手伝える誇りと喜びと、国が変わっていく時代の変化に立ち会える感謝。伝令兵ハンスは当然、滞在人アムレートが復讐を目的に戦争を引き起こしたことなど知る由もありませんでした。だからこそ困窮していたこの国をアンチ・バルキュリア部隊が変えたと信じて疑わなかったのです。僕にはまだ実感が湧きません。戦争は命を奪います。いつ死ぬかわからないことに誇りや喜びなんて。そういう時代だったとも言えます。誰もが国のことを考えていました。どうすれば
国は豊かになるのか、どうすれば国を守ることができるのか。ハンスはアムレイとの戦いから国を守る勇気を学んだと手紙に書いていたそうです。なんてまっすぐな思いなんでしょう。俺が殺してしまった。いいえ、これは戦争です。私とていつ命を落とすかわからない、それが戦場だとも思うのです。この手紙の思い伝わりませんか。これはあなたへの感謝です、アムレット。伝わっているからこそ私にも読ませてくれたのではありませんか。俺にはハンスに感謝される資格なんかない。ゴドウにも、死んでいったたくさんの兵士たちにもだ。自分を責めているのですか。そうだ、この戦争はユトランドのためではない、俺たちの復讐のためのものだ。どんな誇りもどんな感謝もされる言われはない。俺たちは罪人だ。この国を破滅に導こうとしている。あなた方5人がバラバラだとバイオレットから聞きました。あったのか。ええ、苦しんでいたからな、あいつは。あなたもでしょう。始まりはたとえ復讐だったとしても、あなた方5人が立ち上がったことでユトランドに光が差したことは揺るぎない事実なのです。あなた方5人はユトランドという国を、そして時代を動かしたのです。死んでいった兵士たちはユトランドのために誇りを持って、ユトランドの明日が豊かであることを願って死んでいったのです。あなたたちの復讐のために死んだなどと、それは思い上がりというもの。彼らの死を侮辱しないでください。私たちは彼らの思いを継承し、この戦争を続行させる義務があります。義務？そうでなければそれこそ亡くなった兵士たちは犬死にです。あなたにはこの復讐を最後までやり遂げてもらいます。それがユトランドの明日を築くためのものです。それでも己を罪人と呼ぶのなら、復讐を遂げた先に築かれるユトランドの姿は亡くなった兵士たちへの罪滅ぼしでもあり誓いです。こんなことを言う私もまた罪人です。お前がそんなことを言うとはな。許されざることをしているとそしりも受けるでしょう。それでも私は一緒に戦いたいのです。あなた方が戦争という手段を選んだことは非難されるでしょう。でも立ち上がった国民はそれぞれに戦う理由がありました。それは決して国のためというだけではなかった。ハンスだって初めは家族を守りたくて軍に入り、戦いを通じて国への思いを強めていきました。みんな愛する人を守るため、大事なものを守るために立ち上がった。あなた方とて大事なもののために立ち上がったはず。それがたとえ復讐だとしても。一人一人の思いが集まる場所、それが国だと私はこの戦いから学んだのです。人が皆一人一人違うように、国もまたそれぞれに異なります。その自主性、独立性を私は重んじて国を導いていきたい。ルーシ帝国のように国も人も
一人の皇帝のものとする帝国主義は間違っています。皆さん、ミランダも。隊長、復讐って何のこと？聞いていたの、隊長と王女様が話しているの。それは二人の話を聞いて驚いて、みんなに話したらミランダが。申し訳ございません、姫様。でも、これ以上隠しておくことはできませんでした。謝ることはない、ミランダ。聞いての通りだ。俺は俺のためにこの戦争を仕掛けた。今まで黙っていて、すまなかった。それだけかよ。君たちが望むなら、この舞台から逃げんのか。逃げるわけではない。こんな俺とは戦えないだろう。ヴァルキュリアが俺に言ったことも、全てこの復讐につながっているんだ。ふざけんな、逃がさねえぞ。次の作戦にはうちの部隊も出られるんだろうな。何？なんて顔してやがる。俺たちは戦争やってるんだぞ。いや、俺の。それはあんたの問題だ。俺たちにもそれぞれ戦う理由がある。だから部隊に入ることを承諾したんだ。てめえたちが戦うことで少しでも暮らし向きが良くなったり、薬が手に入るようになれば、死ななくていい連中を死なせるようなことにはもうならねえかもしれない。世の中解放だの侵略だのでやいのやいのやってやがるが、頭のいい奴らは理屈ばっかりでいけねえ。俺の答えは簡単だ。あんたがどんな理由で立ち上がろうが、俺はこの国のために勝つことしか考えてねえ。そんだけだ。俺は言いたいことを言ったぞ。あとはお前らだ。僕は隊長と一緒に戦いたいです。私もね、びっくりはしたけど。じゃあ隊長のこと否定するかと言われたらちょっと微妙なのよね。実際隊長が私たちを引っ張ってくれてたわけだし。だからやめる気はないの。私もね、まだ帝国と決着ついてないわけだし。俺は隊長を信じているよ。隊長が戦場で見せる強さは本物だ。動機がどうあれ、隊長が戦い続ける姿は正直俺には何よりも力になるんだね。私はオフィーリアちゃんがアムレイト君のこと認めてるんだから、それでいいと思う。隊長、一人でやることはない。
バルキュリアと戦うときは信じてほしい、私たちを。嫌いなんだよね、負けるの。だからさ、僕を巻き込んでおいて負けるとかありえないから。てわけだ。いかがかな、王女さん。ありがとう、ダリル。皆さん、みんな、隊員たちに葛藤がなかったと言ったら嘘になります。ですが、アンチ・バルキュリア部隊が良くも悪くもラグナイト適性を主体に組織された半ば素人部隊であったことが、アムレートを受け入れることにつながっていったのです。でもそれは綺麗事ではないでしょうか。そうですね、綺麗事と言えます。しかし人は綺麗事を信じて、それを現実にするために生きているのではないでしょうか。伝令兵ハンスの手紙から始まる一連のこの出来事は、罪の意識に苛まれていたアムレートに強い影響を与えていくのです。